フィンランドのヘルシンキ大学は先日、同校で15年にわたり運営されてきた孔子学院を閉鎖すると発表しました。孔子学院は西側諸国の大学から、中共の対外的プロパガンダ機関であると認識されています。フィンランド国営放送は6月18日、ヘルシンキ大学はすでにこの週、孔子学院との提携を終了し、 この提携は来年1月に終了期限を迎えると報じましたヘルシンキ大学内の孔子学院は2007年に設立され管理職1人と中国語の教師は中共政権が任命していましたが給料はヘルシンキ大学から支払われていますしかし大学側はこの孔子学院の管理職の者が中共大使館と密接な関係にあることに気づきました ヘルシンキ大学のハンナ・スネルマン副学長は、孔子学院との提携をやめたとしても、中国語学習者は増えているため、同校は中国語教育の強化を望んでいるが、大学側が独自に教師を選ぶとも語っています。近年、孔子学院の背後に宗教政権がいることが疑問視されるようになり、西側諸国の数十カ所の大学が校内の孔子学院を閉鎖しました。これには、 フィンランド近隣のスウェーデンやデンマークも数えられます。NTD ジャパンがお伝えしました。